ドキドキしていた。最近はなかなか遠出ができないから、時間があるときは県内のペットと泊まれるホテルに宿泊してゆっくり過ごすんだけど、ホタルにとったらホテルはあまりくつろげる場所ではないみたいなんだ。はい、皆さんこんにちは。ここはですね、愛知県、蒲郡市というところにある、ラグーナベイコートというホテルなんですけど、ここに僕たちよく利用させてもらってるんですけど、ここペットと泊まれる部屋があってですね、でこうしてホテルの裏にドッグランも小さいですけど併設してあるので、たまに、まあ、あの仕事からなかなか長期間休みが取れないので1日、まあ、ほぼ半日ですね、休みが取れた時は前の日の晩から仕事が終わって、ここのホテルに泊まってホタルも連れてちょっとゆっくり束の間の休みを取るんですけど、まあ、僕たちはねここの、食事、美味しい食事食べて温泉に入ってゆっくりできるんですけど、まあ、ホタルにとったらそんなにやっぱり多分ホタルは家にいた方がいいんだろうなという感じはします。もうちょっとねドッグランが大きかったらいいんですけど、あ、うんちしてます。ようやくできた食事中に見てたらすいません。もうこのまま乗せますけど、で、ね、ここはあの後ろにすぐ海があってですね、蒲郡っていうのは海に面しているの で気持ちがいいんですよここ本当に。でもう少し向こうに行ったらあの、ラグナシア、何だったっけ、ラグーナテンボスっていう、テーマパークみたいなところがあります。あれこれはね、あれマセはどこに行ったっていう探してますね。もうちょっとね、もうちょっとここのドッグランが広かったらいいなと思うんですけど、まあまあまあ、なかなかねペットと泊まれるホテルも、まあ、数少ないですし、こうやってドッグランがあるのはありがたいなと思って、母ちゃんは誰、います。で、ね、この日、まあ、この後ですね、今回はこのホテルだけの動画になってますけど、この後、隣のラグーナテンボスには行ってないんですけど、その近くにあるあのヨットハーバーみたいなところに散歩に行ったりとか、あと竹島っていうね、竹島水族館っていう小さい水族館とかがある場所があるんですけど、そこの島に行った動画も後で、あれこの次かその次ぐらいの動画でお見せできたらなと思います。でこれ外からホタルだけドッグランに残して僕たち外に出たんですけど、不安なホタル、なんで置いていかれたんだっていう。これは朝だったかな、朝ですね、朝ごはん食べる前に散歩に行こうかということで、やっぱり何の、まあ、家だったらあのおむつじゃなくてあのおしっこシートの上にちゃんとおしっこもうんちもできるんですけど、どうしてもあの場所が変わるとなかなか室内では、ね、おしっことかしにくいみたいで、こうやってドッグランがあると外に来るとね、さっきみたいにおしっこもうんちもしてくれるんで助かりますね。でこれ室内ですけど、室内はやっぱりあのあまりホタル、こう床もねこうちょっとフローリングになってて激しく走ったり、ね、ちょっと滑るんでできないので、室内ではおとなしいです。まあ、これをくつろいでるのかくつろいでないのか分かんないですけど、まあ寝てますね。これは確か、これはね僕が一人で部屋に残って、マセオたちはあの温泉に行って二人で待ってる時です。サーちゃんとマーちゃんはマセオがいないんでちょっと元気がない。お風呂、サーちゃんとマーちゃんお風呂行って、
可愛いでしょ。なんか僕が喋ってるのチラッチラッとこっちで見ながら、あの目耳ピンと立てて、これ多分ね、この後みかんあげるんですけど、それで釣ってるんですね。おいでおいでって確か言ってたと思いますけど、ほら、多分ね、餌が、あ、そう、ガモゴーリっていうところはあのみかんが、ガモゴーリみかんっていうのが有名で、あの道の駅とかね、スーパーに行くとたくさんみかんが売ってます。待って、面白いとこですよ、ガモゴーリ。待てっていうのにちょっとだけ口開けて、待て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 、よし、うん、かわいいかわいい、ほらこの顔、この顔で見られたらね、あのもう一回あげちゃおうかなって思います。思っちゃいます。必殺上目遣い、ホタルの、もうこれもうほぼいじけてますね。ここはもうもうみかんももらえないし、遊んでもくれないし、マスヨはいないし、でカメラ向けられるし、嫌だなっていう感じ。まあ他のワンちゃんももちろん宿泊してるんで、結構やっぱりね、部屋の中、僕たち全く匂わないですけど、犬の匂いが多分残ってるんだと思うんですね。だからこういろんなとこクン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 嗅いで、犬が止まってた形跡を感じ取ってます、ホタル。で確かにこの日は暑かったんですよ。この日まだ確か2月の上旬だったと思うんですけど、結構日差しが強いと室内ガーッと気温が上がってね、エアコンつけたと思います、この日も。外はねもちろん寒いんですけどね、部屋は本当に、人間は快適ですけど、多分ホタルにとったらちょっと暑かったかなと思います。見てください、なかなか帰ってこないマサヨに。で僕の方にお尻向けて無言の抵抗です。もう入り口のところで待ち構える。ね、これもうみかん食べるって言っても反応しないでしょ。もうみかん食べる、すねの究極ですよ、究極のすね。まーちゃん帰ってくるかな、もう。おーたる、おいで。何言っても来ないんです。あ、来た、来ましたね。諦めたな。でも確か僕のところには来なかったと思います。あ、来た。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。